今回は新しく始まった今さら聞けないシリーズ第3弾です。このシリーズでは兵器や米軍の部隊などについて基本的な解説をお届けします。有名だけど改めて聞かれるとあまり知らない、そういったことをテーマにしようと思います。第3弾は軍用機のタッチ&ゴーです。今回は空母でのタッチ&ゴーについて紹介したいと思います。戦闘機の飛行訓練でたびたび耳にするタッチ&ゴー、一体どのような訓練なのか、何のためにするのか。タッチ&ゴーとは航空機の飛行訓練の一種です。通常の滑走路でのタッチ&ゴーでは着陸の際完全に停止することなく再び離陸することを指します。この一連の流れには離陸、上昇、旋回、水平飛行、降下、着陸と操縦の大事な操作が全て詰まっており、操縦技術を効率よく習得できる訓練方法です。一方、アメリカ軍が空母の上で行うタッチ&ゴーは少し違ってきます。まず空母での離着艦の方法について。空母という狭い飛行甲板、短い滑走路で艦載機は離着艦を行うわけですが、カタパルトと呼ばれる航空機が飛び立つための射出装置を使用して離陸、飛行甲板に貼られたアレスティングワイヤーを使用し着陸します。この着艦の際に使用するアレスティングワイヤー、アメリカ軍では3から4本のワイヤーを甲板上に浮かせた状態で張っており、着艦する機体のアレスティングフックで引っ掛けて停止させるという割と原始的な方法で航空機を止めています。昔はワイヤーの数も10本と多く、着艦時の事故もよくありました。現在では斜めに配置された飛行甲板、アングルドデッキが採用され、離着艦の安全性がかなり向上されました。4本だったワイヤーも着艦精度の向上により4本目を使用することはほとんどなく、ニミッツ級空母ロナルド・レーガン以降からは3本になりました。ワイヤーは十数メートル間隔で張られており、3本の場合は2本目、4本の場合は3本目を目指して着艦します。着艦しようとする機体はフルスロットルの約 85% で飛行します。
そして着艦時、アフターバーナー直前のフルミリタリーパワーに。そうしていつでも着艦やり直しのための再上昇ができるようにしておきます。フックが無事に引っかかり着艦に成功すれば、スロットルをアイドル状態に戻します。しかし万が一失敗してしまったら、フルスロットルのまま再び上昇しやり直します。ちなみに現在続々と建造が始まっているアメリカの最新原子力空母ジェラルド・R・フォード級。このフォード級では離着艦装置であるカタパルトとアレスティングギア両方とも最新の電磁式を採用しています。これにより機体の速度、重量や強度に細かく合わせた制動ができるようになりました。空母でのタッチ&ゴーはこの着艦、そして再上昇からのやり直しを想定して訓練が行われます。ではなぜこのような訓練がたびたび行われるのか。それは空母への着艦の難易度が非常に高く、事故などのリスクが高いからです。戦闘機などを運用する米軍基地の地上滑走路の長さは数千メートル以上もあります。離着陸に必要な長さは少なくとも2000メートル以上、大型機だとそれ以上になります。それほど長い距離を使って航空機を着陸させる必要があるのに対し、洋上の空母は限られたスペースしかなく、滑走路の長さは数百メートルしかありません。その中の150メートルほどを使って着艦します。ジェット戦闘機には足りない長さです。それをこのワイヤー装置で半ば強引に着艦させています。そのため艦上機は衝撃に耐えるだけの強度が必要になり、陸上機の何倍もの頑丈さがあります。空母では時速200メートルで突っ込んだ20トンもの戦闘機を100メートルほどの距離を使い、わずか2秒で停止することが可能です。しかし、これにはパイロットの高い技術が必要で、正確な角度で着艦エリアに侵入しなければいけません。パイロットだけではなく、着艦の指示・監督を行う着陸信号士官 LSO もまた非常に高い知識、経験、判断力が求められます。 LSO、彼らは1ラインにつき6から8名で構成されており、無線通信と誘導ライトを使って着艦を手伝います。航空機の姿勢、風の状態、滑走路の状態、気象条件、甲板の動きなど全体を監視し、さらに着艦するパイロットの経験レベルまでも考慮し着艦の判断をします。一言では語れないとてつもなく高度な任務内容です。話が少しそれましたが、このように空母への着艦はまさに命がけであり、一瞬の判断で着艦がやり直しとなることを常に想定していなければいけません。そしてその着艦からの再上昇という飛行操作は常日頃から訓練していなければできるものではありません。
また着艦には多くのクルーが関わっており、彼らも危険と隣り合わせです。着艦した航空機は揺れる空母で動かないようすぐさま鎖で固定、着艦時の火災に備えるなど、デッキのクルーたちと連携を取りながらの共同作業です。そういった全体の動きなども含め、タッチ&ゴーは非常に重要な訓練となっています。そして地上滑走路を空母の飛行甲板に見立てて行う模擬着艦訓練もあります。さらに最も難しい夜間での着艦訓練も、昼夜を問わず出撃する空母艦載機、そのパイロットの操縦技術を高いレベルで維持するため、アメリカ軍では一定の頻度でこのようなタッチ&ゴー訓練が行われています。無人機の登場や AI の発達により、自動離着艦システムが開発されてきている現代、しかしながら有人機は依然必要で、デジタルがどれだけ進化しようとも、アメリカ軍ではアナログでの訓練も同じように重要視されています。